我がお菓子の国に突如攻め込んできた白き魔王フブキング。その魔の手に立ち向かうため、魔法使いのアキ・ローゼンタール、高性能ロボのロボコさんと共に、姫であり勇者でもあるルーナは立ち上がったのだ。魔王フブキングを倒せ、クイズクイズ。ルーナの国を守るため、魔王フブキング、お前をクイズバトルで倒しに来たのだ。ふん、あんな甘ったるい国をよ、ジャーキーの国にしてやるのだ。次はこれだ、くらえ。私、魔王フブキングの幼少期の秘密はどれだ。 A、 幼稚園の年少さんでお漏らしをした。 あ、なるほどね。あらあらあら。 B、 幼稚園の年中さんでお漏らしをした。あらあら。 C、 幼稚園の年長さんでお漏らしをしたお漏らしばっか。D、 小学1年生でお漏らしをした。こんな秘密を世に出すわけにはいかない。とりあえずお漏らしをねしたってことは確定なんだね。まあもう可愛い時があったのね。可愛い時がね、小さい時だからな。ジェジェだ、魔王になってからは一回もしてないぞ。俺はさ、結構やっぱ知りたいからさ、知りたいのちょっと見たくとかになるやつなかったっけ。アキロゼの魔法を使う時が来たわね。なぬ前、酒の精霊よ、アルコールスプラッシュ。うわあ似てるよね。すごいすごい。答えが2つだけに絞られてしまった。俺さ、間違えてもさ、答え分かっちゃうよね、うん、やめろやめろ。バレちゃう、ね、そこに気づくんじゃない。そこだけ高性能になるな。そうね、では決まりましたわ。答えは D、 小学1年生でお漏らしをした。幼稚園の年長さんで掘り返すな。じゃあもうお前らはちなみに最後お漏らしした記憶はあるのか。気持ち答えろ。あるだろお前。あげるぞ。1年以内、1年以内で1年以内にあるんですか。カオロカマオポジション、ちょっとやめなさい魔王。ちょっとこちらに落ちてきているな。やばい。ではでは次のクイズはくらえ。いや、もっとできればこれは、まあ、出したくなかったんだが、魔王フブキングの過去の痛い行動はどれだ。 A、 図書館で難しい本を分かったような顔で読む。痛いな。 B、 鏡の中の自分と3時間対話した。やばー。 C、 教室でわざと落とした自作漫画が酷評された。痛いな。 D、 毎朝パンを加えて投稿。やだあ、痛すぎるよ。どれも痛いというな。実際にやったんだぞ。自らの攻撃ながらきつい。ちなみにお前の貴様らはこの中でやったことあるか。図書館ではないけど難しい方を分かったような顔で読むのをやったことある。あ、やったことあるじゃないか。やったことあるじゃないか。なるほどな。頭良さそうに見えたかった。姫がやったことあるなら割とやったことがある人が多いかもしれない。でも魔王だから斜め上の行動してるかもしれないんだよね。やっぱ自作漫画は描いてそうだと思うんだよね、うん、あ、確かに絵描きそうだもんね魔王、目標されちゃったのちょっとかわいそうだ。かわいそうだね。やめろぞ。すごい内容気になるけど。では決めましたわ。答えは C、 教室でわざと落とした自作漫画が酷評された。これじゃない。これじゃないの。何、そんな失態は犯さない。だって魔王だから。さあどれだろうな。答えは闇に葬られたぞ。やった。でもどれかはしていたという結果は残った。つらい。次で最終問題だ。果たしてお前たちに私のライフさを一気に削ることができる魔法が残されているのかな。じゃあ最終問題だ。くらえ。いやもうこうならほんとやけくそです。
魔王フブキングの過去の痛い行動はパート2。うわー、雨の日に校庭の真ん中で空を見上げる。浸ってるね。 B、 窓辺で手を合わせて光合成をする。あー、できると思っていたんだね。 C、放課後に体育館の真ん中で召喚魔法実行。なんか書いたんかな。 D、 腹の立った人に対して弓矢を引く行動。何にもダメージを与えられないじゃないか。さあどれだ。ちょっと可愛く思えてきたぞ、魔王が。面白いな。全部やってみたいけど。ちょっとやってみたいのもいくつかあるけどな。でもやってみたいのって言ったらやっぱ召喚魔法じゃね。それはルーナも思った。それやってみたいよね。魔術の本持って召喚したくない？窓辺に手を合わせて光合成もなんかピカーってしてちょっと力が手に入る感じでな。これ明らかにやりましたね。やったのかー。やったの。そうなの。B やったさらっとやってくなお前。一周回って A とかはどうだい？浸ってるよなこれ。浸ってるね。ありえそうね。まあな、これを答えられたとしてもな、私のライオンは3つあるからな、必殺技でもない限り倒せぬぞ。まだ私の必殺技が残っているの。なんだと？この力は攻撃力が ものすごくめちゃくちゃ上がって魔王一撃で倒せる必殺技よ。シートじゃないか。なんだと。だがしかし当たらなければどうということはないのだ。イメージついていくよ僕は。そうね、答えは決まったのだ。 A、 雨の日に校庭の真ん中で空を見上げる。行くぞ、一撃必殺プリンセスうらららららら、プリーナクイズに全部不正解ということだ。お菓子の国はこれよりジャーキーの国になるのだ。とどめを食らうジャーキー食べよっかみんなで。ジャーキー食べよう。たまには強み欲しいね。あら、ちょうどいいところにこんなものが。みんなジャーキーと一緒に飲みたい。姫一行、そして魔王は共に手を取り、お互いの良きところを分かち合い、末永く幸せに暮らすのであったー。